初めてここに来た時、あいつのためにわざわざお供え物を用意してやったのを今でも覚えてるぜ。あの時、あいつに帝君が暗殺されたことを伝えたら、怒って、リーユエコーを鎮圧するとか言い始めたんだよな。さあ、オイラたちの今の関係なら、お供え物なんかなくたって会えるよな。もし何か言われたら、オイラのお菓子袋に、まだちょっと美味しいもんが残ってるから、これ、お？急にぼーっとして、どうしたんだ？どれどれ？おお、綺麗な人だな。あいつも、竜雲釈風神君に会いに来たのかな。確かに、あいつの雰囲気からして、明らかに一般人じゃないぞ。さすがあの白いやつ、人脈が広いんだな。オイラたちの知らない仙人とたくさん知り合いみたいだ。あいつもシンくんの友達なら、オイラたちとも友達って言えるよな。挨拶しに行くか？ひひ、頼れるガイドとして、旅人のために人脈を広げるのもオイラの務めだぜ。よーく見とけよ。お前たちは何を言っておるのだ。わらわがわからぬというのか。え、この声は。え、お前、あの船長か。なんで人になってるんだよ。ちょっとした変化の術に過ぎない。わらわにとってはたやすいもの。ただ以前はこういうことをする気が起きなかっただけだ。なんでまた急に姿を変える気になったんだ。それはリーユエコーにいる弟子を何人か訪ねるつもりだからだ。人間の姿に化けておいた方が人目を引かずに済む。お前、そんなことを気にするやつだったのか。昔はスパーって屋根の上に降りてたのに。私のはこいつに聞かれたらって言っただろ。ほう、礼儀作法を重んじるとはいい心がけだ。ちょっと少ないけど別にいいよな。わらわは昔から衣食に困っておらぬ。大切なのはその気持ちだ。気持ちが伝われば贈り物の高は重要ではない。余計いたたまれない気持ちになってきたぞ。何のお話してたんだっけ？あ、そうだった！弟子って、カンウと神格のことだよな。オイラたちもしばらくあいつらに会ってないし、一緒に行こうぜ！うむ。たとえお前たちが言わなくとも、わらわは誘うつもりだった。わらわの弟子二人も、きっとお前たちとの再会を喜ぶだろう。そういえば、お前たちがわらわのところに来たのは、何が目的だったのだ。おう、会いたくなったから様子を見に来ただけだ。最初はお前のことについて話を聞こうと思ってたけど、まさか人の姿になってるなんてな。誰だかわからなかったぞ。なるほど。特に用がないのであれば、早速出発しよう。
カーンはおそらく月海底にいる。さあ、共に会いに行くぞ。よし、じゃあ一緒にリーウェイ港までレッツゴーだ。カーンといえば、あの子は一日中仕事で忙しくしておるようだ。毎年奥蔵さんに帰る回数は指で数えるほどしかない。もうすぐ月海底に着くぞ。カーオが普通の人の姿をしたシン君を見たらきっとびっくりするよな。カーオとシンカクって人になった船長を見たことあるのかな。あれ、あいつどこ行ったんだ。なんで立ち止まってんだよ。静かに。わらわはここで待っている。お前たちだけで見に行ってこい。え、どうしてだよ。一緒に来たらいいだろ。わらわが大げさに登場したら、あの子はきっと仕事を置いてあたかも暇そうなふりをし、わらわをもてなしてくれるだろう。それで後で残業して急いで遅れを取り戻そうとする。わらわはあの子を困らせたくない。ここで遠くから眺めるだけでいいのだ。わらわに代わってお前たちがあの子の近況を聞いてきてくれ。絶対にわらわがリーウェ港に来ていることは言うでないぞ。確かに、それもそうだな。わかった。じゃあオイラたちが挨拶して。リュウシン君、気づかれた。カウン先輩のお知り合いですか。ええ、ごめんなさい。この後の会議を少し延期できませんか。確か今日の予定は結構埋まっていましたが、夜にやればいい仕事もあったはずです。はい、そう手配します。ご安心ください。ええ、頼みました。また会えたな、カウン。そうですね。でも、どうしてここに。それにシン君も、人の姿で出歩くのは久しく見ていませんでしたが。人違いだ。わらわは龍雲釈風神君ではない。ただの通りすがりの一般人だ。お、全くごまかせてないぞ。今のは少し試しただけだ。久しくこの姿になっていなかったというのに、一目でわらわのことがわかるとは。シン君のことがわかるのは、当然のことです。それもそうだな。わらわは用事があってたまたまここを通りかかったのだ。そのついでにお前を一目見に来るのも当然のこと。おいらたち用事なんかあったっけ。だ、そうそう、おいらたちやらなきゃいけないとても大事なことがあるんだ。だからここに長居するわけにはいかなくって。そうでしたか。せっかくお会いできたのに。わらわは様子を見に来ただけ。長話をして邪魔するつもりはない。こたびの雑談はこれくらいにして、またいつかお前が休みの時にでも集まればよい。わかりました。それも悪くありませんね。お前の仕事が忙しいのは分かっている。
それでも時にはゆっくり休んだ方がよい。反戦の身とはいえ、過労は体の根幹を蝕む。はあ、一人前になったお前の様子を見ると実に感慨深いものだ。お前が小さかった頃は悪夢を見るたび抱っこして寝かしつけ。待ってください、シンくん。まあよい、時間は限られておるし詳しくは話さないでおこう。お前たちも積もる話があるはずだ。わらわは横で聞いていよう。前回お会いしてからまたそんなにたくさんのところへ行ったのですね。もし何かお手伝いが必要な時はぜひ月海亭の私のところまでいらしてください。それとぶしつけながら、人の姿になったのなら今は人としての名前をつけた方がいいのではないでしょうか。人の名前、確かにわらわの名前はよく知られておるし、龍雲を名乗ればすぐにバレてしまうだろう。お前が有名なのは知ってるけどよ、そこまでしなきゃいけないほどなのか。わらわの名声は相当なものだ。お前たちが測れぬのも無理はない。カウンが言った通り別の名を使おう。人前ではわらわのことをカウンと呼ぶといい。カウン？ああ、戦災航録の描写から取ったんですね。時に千人あり、雲と共に登りて、火と月を連れ暮らさん。地と理に通じ、漫然として束縛なし。故にそれを、感とする。おお、すごそうだな。雲と共にとか、ひと月を連れって、すごい仙人にしかできないことだろ。実は、これらの言葉は、まさに龍雲神君を描写したものなんですよ。え？また、お前って、そんなにすごい仙人だったのか？でなければなんだというのだ。まさかお前の目に映るわらわは少し大きいだけの鳥だとでも？そういうわけじゃ。それも無理のないことかと。シン君は過去の功績をあまり語りませんから。一部の典籍の中にしかシン君に関する記述は見つかりません。伝説によれば、遥か昔にリーユエで非常に深刻な干ばつがあったそうです。多くの人が窮地に陥り、日夜祈祷に明け暮れたり故郷を去ったりしたといいます。私はその苦難の時代を経験していないので、本の記述を読んだだけですが、それでも当時の心が痛むような絶望は感じ取ることができます。干ばつとともに毒の瘴気も拡散し続け、広大な土地は荒れ果てる寸前となりました。龍雲神君が手を貸してくださったおかげで、その状況も次第に落ち着いたのです。この歴史について本の中ではこう記されています。仙人来たり龍雲方法、仙人来たり釈風堂々、にわかに雲が集いて猛然と雨が降る。干ばつを払い、病を遠ざけ、民の窮地を救いたり。うわぁ、そんなにすごかったのか。俗世の典籍には、往々にして誇張した言葉が綴られておる。わらわはわずかに力を貸したまで。わらわがいなくとも、他の仙人が現れたであろう。でも、その大規模な干ばつを解決したのは確かにお前なんだろ？お前って本当に雨や風を呼ぶことができるのか？なんだかお前のことを見直したぜ。前に船長って呼んだのはオイラが悪かったな。その、怒ってないよな。笑わせるでない。世を渡り歩く上で名前とはただの記号に過ぎぬ。
わらわがそのようなことで本当に怒るわけがなかろう。ふう、それなら安心したぜ。じゃあこれからはオイラの気分に合わせて呼ぶことにするな。イヒッ。わらわの話はここまでとしよう。関羽、神格のやつから最近連絡は来たか？先日仕事を見つけたと手紙で読んだが、実際どうなのだ？良いところなのか？一ヶ月で稼げるモラは。それから平日の仕事の忙しさは。怪盗祭の間、休暇はあるのか？一気にたくさん質問したな。シン君、ご安心ください。神格の仕事は、私が紹介したものですから。近頃万民堂の商売が繁盛していて、ウさん一人では手が回らないそうです。ただシャンリンも新しい料理を探しに出かけているらしく、そこで後輩を助っ人として紹介しました。そうか、それは良いことだ。わらわは縁あってあの親子に何度か会ったことがある。シャンリンは聡明で優しく、その父親も忠義に厚く頼れる人物だ。おそらく神格を困らせるようなことはせぬだろう。ちょうど食事の時間になった。ここはわらわ自ら万民堂に行って一目見てこよう。え、でもさっき用事があると。それなら食べてからでも間に合うんだ。お前は仕事に戻るといい。わらわに同行する必要はない。集まる機会はこの先もたくさんあるはずだ。この短い時間にこだわることはない。わかりました。どうかお気をつけて。旅人さん、パイモンさん、またお会いしましょう。うん、またな。どうだ？オイラ、さっきはなかなかうまく合わせられただろ。お前が用事があるって言ったのは、カオの仕事を邪魔したく、口実とまではいかぬ。わらわが今回理由へ、なあ、何を言いたいかわかるか？ああ、よくわかるとも。美人を前にするとご馳走には目もいかなくなるってことだろ。メニューよりも彼女の連絡先が欲しい。君が聞いてきてくれないか？お前が行けって。いやいや、やはり君が。またこっちに来たぞ。二人ともご注文は？こんにちは、お嬢さん。よかったら。ご注文は？ボラミートを二つ持ち帰り。じゃあ私たちはこれで。神格、いらっしゃい。久しぶりだな。ご注文は？接客の言葉と挨拶の言葉を一緒に言うなよ。うむ、そちらの方は？ひひ、こいつはカーオンだ。師匠か。おえー、ほう、わらわの記憶ではお前はこの姿を見たことないはずだ。どうして一目でわらわの正体が分かった？十数年朝晩を共に過ごした間柄だ。師匠がどのような姿になっても我にはわかる。神格、どうしたのだ師匠？いや、何でもない。お前の手紙を見て EU エコーで働いていると知ったから少し様子を見に来たのだ。ついでにうまいもんでも食べようと思って。確かに、もうすぐ昼下の時間か。だがすまない。今は仕事中で、あまり話せないかもしれない。お、旅人にパイモンじゃないか。お前さんたち、神格に会いに来たのか？神格、まだ昼飯時じゃない。お客さんもそう多くないから、俺一人でも回るさ。
座ってゆっくり友達とおしゃべりしてな。手伝うのはお客さんが増えてからでも大丈夫だ。感謝する。やったぜ。中原のもつ焼き、安くて美味しいよ。やはりわらわの思った通り、万民堂の同志は融通の利く人物だ。だがここで働くとなると、いろいろな人と付き合うのは避けられまい。神格、お前は対応しきれるのか。できると思う。時には妙な人にも会うが、すでに本当に対処している。おお、神格も成長してるみたいだな。ちなみに本当に対処しているってどんな風にだ？まずは彼らを言葉で諭す。耳を貸さなければ拳を突きつける。そうすると向こうが折れてくれる。なんというか。ならよかった。どうやらお前はもう人間社会にうまく溶け込めているようだ。わらわも安心した。師匠は変わりないか？うむ、それはもう順調だ。お前たちが奥蔵さんに戻らなくとも、わらわは一人で悠々自適に暮らせておる。なるほど、さすが師匠。我も師匠に会いたかった。最近は仕事が忙しいが、すでに宇さんとも相談してある。少し日が経ったら奥蔵さんに戻って師匠に会いに行くつもりだった。そうだったのか。そういうことは今度から手紙に全部書くといい。隠したりせずにな。仙人の喜怒哀楽ってこうもコロコロ変わるもんなんだな。そうだ師匠、今回リーユエコーに来てカウン先輩には会ったか？うむ、会ったぞ。あの子もお前と同じように仕事で忙しくしておったので、軽く挨拶しただけ。ながカンは竜王釈放の名前の由来を話してくれたんだぜ。おいらそれで初めてこいつがすごい仙人だって知ったんだ。そうか、ならば我も師匠の物語を一つ聞かせてあげよう。ん？師匠、何か問題でも？これは良い話の種になると思うが。いや、ただちょっと不意をつかれてな。話しても構わない。お前がわらわの話術をどれほど学んだか見せておくれ。うむ、師匠は以前昨月畜養神君と速さを競ったことがある。昨月神君は打ち負かされた後、師匠は飛ぶのが得意だから有利だと漏らした。そこで師匠は、ならば飛ぶのをやめて方々だけで勝負をしてもいいと言った。昨月神君は喜んでそれに応じたのだが、勝負の当日、師匠は誰も見たことのない方々を持ってきたのだ。え？どんな方々なんだ？鉄製の機械の車で、確か電光両輪飛車という名だったような。電光両輪疾走機だ。あれはわらわが49日かけて制作した自慢の作品で、戦力を注入しさえすれば一日に万里をかけることができる。昨月畜養のやつがわらわの相手になるわけがなかろう。四本足で全力疾走したところで、せいぜいわらわの後ろをついてくるのが関の山だが、残念ながらその電光両輪疾走機は山道が苦手で、目的地を前にしてひっくり返ってしまった。勝利まであと一歩だったというのに、はあ、実に残念だ。神格、話を続けてよいぞ。今師匠が語り終えた。そうか。まあとにかく、神格が下山したことで奥蔵さんには観客がいなくなり、
わらわもあの老骨どもと勝負する気が起きなくなった。師匠は寂しいのか？寂しい？わらわほどの年になれば、人の一生をどれだけ見てきたかは数えきれぬものになる。自分と語らうだけでも数日は日夜止まらずに話し続けることができよう。わらわが寂しいと思うなんぞ勘違いも甚だしい。なんだ、なぜそのような顔をする？いや、さっきカオからお前が天気を操るすごい話を聞いたし、思わず尊敬し始めてたんだけど、今のお前の話ぶりを聞くと、やっぱりいつものあの船長って感じがするな。オイラもよくわからなくなってきたぞ。どっちが本当の龍尺風神君なんだ？我にとってはどちらも師匠だ。片方は人々に尊敬される師匠、もう片方は我の好きな師匠。どいつもこいつも調子のいい言葉でわらわをごまかそうとする。口ではわらわを大げさに褒めちぎるというのに、誰も奥蔵さんに長いせぬではないか。だがお前がさっき言ったことは特に間違ってはおらぬな。わらわはもとよりこうなのだ。無為で無法で自由気まま、やりたいことをやり言いたいことを言う。他人からの評価など求めはせぬ。しんくんのやつ、弟子にちょっと褒められたくらいで鼻が天にまで届きそうになってるぜ。まだ空いてる席はあるか？すみません、水煮魚をもう一つ。客人が増えてきた。我は手伝いに戻る。うん、頑張れよ、しんたくん。うむ、精一杯勤めてこよう。おいしいものがこんなにたくさん。今回は絶対お腹いっぱいになるもん。わらわはあらゆる地層を好む。味の違いには特にこだわっていない。この店の料理は絶妙な火加減で調理され、独特な風味を持つ。わらわは十分満足だ。口にしただけで次世代の調理神器で使えそうな妙案がうっすらと浮かんでくる。おいしいな。ちょっと辛いけど。お嬢さん、すまないな、もう満席なんだ。おばあちゃん、違うお店にする？いい匂いだね。ここでは食べられないのかい？もう私はこれ以上歩けそうにないんじゃが。それか他のお客さんに相席できないか聞いてみてくれ。そうだね、じゃあ聞いてみよう。こんにちは、相席してもいい？もう他に空いている席がないの。うん、オイラはいいぞ。お前たちは？よかった、ありがとう。私は宗玉、こっちは私のおばあちゃんで、延泰。おばあちゃん？そうだよ、どうかした？いや、ただそんなに年がいってるようには見えないなと思って。おばあちゃんはよく白髪の童顔って言われるんだ。実際は結構お年寄りなんだよ。おばあちゃん、そんなにじっと見つめてどうしたの？座ろうよ。わらわのことを知っておるのか？いいえ。
袖振り合うも多少の縁、遠慮せずに座るといい。おばあちゃん、何か食べたいものある？私が注文してあげるよ。食べたいのはミミズの煮込みじゃ。雨の日はミミズが出てくる。もうまた始まった。メニューにはミミズの煮込みなんてないでしょ。ミミズの煮込み？何言ってんだろう。普通の人がそんなもの注文するか。そうだな。なあ、その何か手伝おうか。手伝う？あ、もしかしておばあちゃんのこと？お気遣いありがとう。うちのおばあちゃんは物忘れがひどくなる病気でね、記憶力がずっと衰え続けてるせいで、他の人が見たらちょっとおかしく思うような発言をよくしちゃうんだ。私が物心つき始めた頃からおばあちゃんはちょくちょく物忘れするようになったの。それに最近はどんどん症状がひどくなってて、毎朝私が自己紹介しないといけないほどなんだ。二人とも早くに亡くなって、家には私とおばあちゃんしかいないの。あ、でも悲しむ必要はないよ。おばあちゃんは私のことを大事にしてくれてるし、私もおばあちゃんのことを大事にしてるから。ちょっと大変なこともあるけど、今みたいな生活は嫌いじゃないもの。おお、お前って強い子なんだな。ありがとう。私は私のことも褒めておくれ。おばあちゃんは強いだけじゃなくて優しくて頼りになるよ。そうじゃろう。それに全部をきれいさっぱり忘れたわけじゃないぞ。とても大事なことを覚えておる。そのとても大事なことは何じゃったか。ああ、思い出した。夢じゃ。こんな夢を見たんじゃ。辺り一面真っ暗で、私の前に誰かが立っておってな、その人は見つけてほしいと私に言うんじゃよ。見つけたら下脱ができるそうじゃ。そんな大切なことなんで私に教えてくれなかったの？夢だから忘れてしまっていたんじゃよ。ただ今はなんだか気分が良くて思い出せたんじゃ。確かその夢は何回も繰り返し見た。具体的に何回かははっきりとは覚えておらんが。ずっと同じ夢を見ていて、夢の中の人が自分に語りかけてくる。なんだか奇妙な話だな。また。これってまさか何か良くないものに取り憑かれてるんじゃないか。それはない。この方の目は清らかで呼吸も安定している。邪気が取り憑いた気配はない。本当か。お前は先わらわを何だと思っておる。そうだったな。お前がこっち方面の専門家だってことを忘れるところだった。じゃあおばあちゃん、その夢の中の人がどんな見た目をしてたか覚えてるか？覚えてないね。ただその人はよく似ておると思ったよ、若い頃の自分に。若い頃のおばあちゃん？話を聞けば聞くほど不思議な感じになってくぞ。一体どういうことなんだ？やはりあの言葉通り、袖振り合うも多少の縁か。この件はわらわに任せるといい。いいの？あなたたちのことはなんて呼んだらいいのかな。おいらはパイモンだ。わらわのことはカウンと呼ぶといい。失礼だけど一つ聞いていいかな。報酬はいくら必要？報酬なんて必要ないぞ。だろ？
本当にありがとう。ひひ、どういたしましてだぜ。でもカンオン、どうやってこのおばあちゃんを手伝えばいいんだ。さっき聞いた夢だけじゃ手がかりがあんまりにもない気がするぞ。簡単なことだ。夢の中で若い頃の自分を見たというのなら、若い頃に行っていた場所へ足を運んでみればよい。そこに行けばきっと何か思い出せるだろう。おお、確かにそうだな。おばあちゃん、若い頃にどんなところに行ってたか覚えてるか。ああ、覚えてるとも。空の上、地の下、果てしなく広がる白い雲、生い茂る山々。どうやら何も覚えてないみたいだな。あ、いい方法思いついた。私がとても小さかった頃にね、お父さんが言ってたのをたまたま聞いたことがあるの。おばあちゃんは数十年前、すごい侠客で、たくさんの人を災いの苦しみから守ってあげたんだって。もしそれが本当なら、何か記録が残ってるんじゃないかな。侠客？あ、そうだ。確か、行く秋が仏教について詳しかったよな。何か情報を知ってるかもしれないぞ。悲運紹介に行って聞いてみようぜ。行くのか？私はお腹が空いたんじゃが。私が料理を注文してくるよ。おばあちゃん、食べたいものが特にないなら適当に注文してくるね。しばらくは別れて行動する必要がありそうだ。旅人とパイモンは悲運紹介、延滞と総玉はここに残って食事、わらわは野暮用を済ますため歌人老一に会ってくる。歌人老一、あ、ペンバン屋のことか。ふむ、そうだ。後ほど玉境内で落ち合おう。はっ、風よ。おや、君たちどうしたんだい。行く秋、ここにいてよかったぜ。実はお前に聞きたいことがあるんだ。手がかりが少ないから正確な情報を教えられる保証はないけど、君たちの話からそのご老体の正体を特定するのは難しいが、その人の年を考えると、数多くの武教小説に登場した無名の女傑である可能性が高い。年齢的にも辻褄が合う。無名の女傑？ああ、50年前干ばつによる長い災害が起きていた時に、無名の女傑が俗世を渡り歩きながら妖魔を退治し賊を追い払ったという。その功績を人々は称えたが、彼女の名を知る者はいなかったと伝えられている。唯一知られているのは、一人だった彼女は後に志を同じくする天候法師と恋に落ち、二人で共に戦ったということ。人々は二人のことを品格に優れ、運命により結ばれた夫婦だと評したらしい。干ばつが収束した後、女傑と法師は俗世を離れ山奥で静かに隠居したという。彼女に関してはそれきりで、世間には数々の伝説のみが残された。若くして名を轟かせ、その後は行方がわからなくなった。この点から見るに、君たちの言っていた延滞さんとはいくつか類似点がある。参考になっただろうか。さすが行く秋だぜ、いろんなことを知ってるな。それほどでもない。暇な時に読んだ本の内容に興味本位で少し考察を加えただけさ。
それでもすごいと思うぞ。あ、そうだ、ゆくあきはその無名の女傑が若い頃にどんな場所へ行ってたか知らないか？うん、そうだね。小説の中で無名の女傑が現れた場所は防除旅館、絶雲の間の北、そして慶雲町、大体がこの3カ所だった。もしかすると彼女はこの3カ所によく姿を見せ、数々の逸話や伝説を残したのかもしれない。だから後の物語にもこれらの場所が多く書かれるように気にしないでくれ。僕も本を読んで疑問に思った点があるんだ。もし本当に延泰さんが無名の女傑なら、僕の疑問も解決できるかもしれない。侠客は引退した後も様々な逸話やエピソードを残していることが多い。だけどその無名の女傑は完全に消息を絶っている。重病を患ったという噂が流れもした。それになぜ徹底して正体を隠したのか、不思議でならない。まるで何かから逃げていたかのようだ。その裏には知られざる物語があるのかもしれない。もし真相を突き止めたらお前にも話してやるよ。ああ、楽しみにしているよ。君たちが聞かせてくれる物語の方がきっと本に書かれたものよりもずっと素晴らしい話だろうね。ひひ、いろんな手がかりをゲットできたな。干ばつ、無名の女傑、隠居。あれ？なんか聞き覚えがあるような。あ、そうだ、前に聞いた話にも干ばつが出てきたよな。リーユエってよく干ばつが起きるのか？そうだね、人々はかなり昔から干ばつの対策に工夫を凝らしてきた。例えば土壌を改良したり用水路を掘ったりといった具合にね。そのおかげで干ばつが時折発生しても今日では災いと呼ばれなくなった。先ほどの話にあった干ばつはここ数百年で比較的深刻なものだったと言えるだろう。作物は枯れ、渓流は干上がり、野外に魔物がばっこして正体を襲った。家を失った人たちは徒党を組んで盗賊となり、天災に追い詰められた者たちは人災となった。終わりの見えない苦しみが続いたそうだ。すごくひどかったみたいだな。ああ、だからこそ無名の女傑の物語が世に広く伝わったのかもしれない。きっと彼女はまっすぐで純粋な心を持った侠客だったんだろう。だから見返りを求めず人々を助けたんだと思う。だけどこれほどひどい災いであっても古のものと比べたらまだマシだ。これよりも悲惨な災いが遥か昔の時代では頻繁に起きていたそうだ。強い力を持つ仙人たちによってその被害はようやく鎮められたらしい。さて、他にも聞きたいことはあるかな？もう大丈夫だぞ。よし、とりあえずカンオンたちと合流しようぜ。おばあちゃんが何か思い出してくれてるといいな。人々を助けた大英雄だったんだし、当時のことを忘れちゃってるのはなんだかもったいない気がするぞ。じゃあオイラたちはそろそろ行くな。助かったぜゆくあき、またな。ああ、道中気をつけてくれ。さあ、頼まれた音楽は録音しておいたよ。これが役立つことを願っておる。感謝する。あ、あ、歌人、いやピン、何がおかしい？いや、ただその姿のあなたを見るのはいつぶりじゃろうと思っての。時が流れてもあなたは昔と何一つ変わっておらぬ。山中では時を感じずというではないか。時間はわらわにとってさほど意味を持たぬ。それよりピン、その一つ聞きたいのだが。どうしたんじゃ急に改まって。こっちまで緊張するではないか。何が聞きたいんじゃ？つまりなんだ、
お前のようにリーユエコーで悠々と暮らすにはどれぐらいのモラが年に必要なのだ。大した額は必要ないが、どうして。カオン、待たせたな。ピンバーヤとは何話してたんだ。大したことではない。それより何か手がかりは見つかったか。おう、ゆくあきの話によると、やっぱり総玉と延滞おばあちゃんが来てから話そう。お嬢ちゃん、そう心配せずとも大丈夫じゃよ。ほら、お茶でも飲みなさい。ありがとう。総玉、この可能性はあると思うか。無名の女傑は天候奉仕と恋に落ちたって言ったよね。その人、私のおじいちゃんかもしれない。おじいちゃんのことは何も覚えてないけど、前に屋根裏部屋で箱を見つけたんだ。その中には私の読めない呪文の書かれた、私もそう思う。そこに行ったらおばあちゃんが何か思い出せるかもしれない。実にいいお茶じゃ。つゆの味がする。まるで野山を散策しているかのよう。心が落ち着くの。そうかい。気に入ったのなら好きなだけ飲みなさい。先を急ぐ必要などない。この年になるとゆっくりと周りの人と話すのも悪くないものじゃよ。ありがとう。わかった。そうだ、せっかくだから一つ聞いてもいい。何が聞きたいんだ。内緒話だからこっちで話してもいい。全て正常だ。はっ、風よ。どうしたんだよ総玉。実はご飯を食べてる時から気になってたんだけど。その、あなたたちってなんだか特別な雰囲気があるし、それに、おい、カーン、今回はお前の口からボロが出たんだから、お前がなん、その通り、わらわは仙人だ。何か不都合でも？うえ！やっぱり、実は昔、白い鶴の姿をした仙人を見たこと。私その時高熱を出してて、それにそばにおばあちゃんもいなかったんだ。全身その仙鶴は私を乗せてある童貞に連れて行って仙薬を飲ませてくれた。そして目が覚めた。でもずっと寝たきりだったから、白い鶴の仙人には時間を取らせちゃってごめんね。ただどうしても聞きたくて。真っ白な鶴の仙人、青と白が混じったのと黒と褐色が混じったのなら見たこと。カウンはどうだ。白い鶴真っ白な鶴の仙人など、そのほとんどが書物の中で置く。おかしいなあ。あの時は夢でも。けどありがとう。そう大したことじゃないから、このことは気にしないで。私は安心しろ。場所を3つ聞けたし、あとは一箇所ずつ回ってみるだけだ。まずは傍受旅館に行ってみようぜ。出発の準備をしよう。おばあちゃんを呼んでくる。傍受旅館、傍受旅館。おばあちゃん、ここに見覚えがあるの？ああ、覚えておるとも。ここの魚は実に美味しかった。それに、遠くの空には南へ向かう鳥たちがいて、必ず群れからはぐれた子が一羽おった。私はここに泊まって、よく窓越しに外を眺めていた。はて、
どの部屋だったか少し探してみるかな。私も一緒に行くよ。言ってることはあんまり分かんなかったけど、おばあちゃんは確かに防除旅館に来たことあるみたいだな。結構詳しいみたいだし。うわっ、ショウ！お前がなんでここにいるんだよ。音もなく出てくるなって、びっくりしただろ。人ではないものの気配を感じたゆえ確かめに来ただけだ。だがお前たちがいるのなら問題ないだろう。我の杞憂だったようだ。久しいな、龍雲神君。昔の姿に戻ったのか。ああ、魔人戦争中はその姿の龍雲神君とよく肩を並べて戦っていた。へえ、そうなのか。魔人戦争の時のこいつってどんな感じだったんだ。あ、いや、またやっぱりオイラが当ててみるぜ。あ、きっとこんな感じだったんじゃないか。これはわらわが手がけた最新式バンバン連射陣機。そこの者、早く降伏するといい。さもなくばわらわの力をとくと味わうことになるだよ。よく似ている。だろ。だが当時の龍雲神君となるとお前の真似た様子とは異なる。仕掛けの術に詳しいだけでなく、様々な戦火呪符にも精通していたからな。紫柊が世を去ってから魔人戦争はより熾烈さを増し、我は龍雲神君と共に凄惨な戦いに幾度となく身を投じた。当時の龍雲神君は寡黙で口数が少なく、言葉を発するのは呪符を使う時ぐらいだった。喋らない神君ってちょっと想像できないな。それからどうなったんだ。人の姿をした神君ってそんなにすごかったのに、なんでまた戦場になったんだよ。属性を離れる以上、人の姿を保つことに何の意味がある。世のしがらみを離れ山奥に隠居したのだ。ならば関雲夜閣となる方がよほどふさわしい。戦争の後、龍雲神君は奥蔵山に隠居し、姿を見せる時もその多くが尖閣の姿だった。だが30数年前、人の姿をした龍雲神君が戦っているところを見た。当時、どうの昔のことだ、語ることはない。おばあちゃん、大丈夫？はあ、当時ここで私は。話はここまでだ。我はもう行こう。何かあれば我の名を呼ぶといい。だが龍雲神君がいる以上その必要はないだろうが。みんな、おばあちゃんが、おばあちゃんが何か思い出しそう。焦らず、ゆっくり話すといい。昔、私はここで療養しておったんじゃ。え？行秋から聞いた病気にかかったって噂は本当だったのか？じゃあ、隠居したのも病気と関係してるのか？すまないね、そこまでは思い出せていないんじゃ。当時の病気が何だったかまでは覚えておらんが、とても重い病気で治療薬が見つからなかったことだけは覚えておら。防除旅館に泊まっていた間はよく昏睡状態となった。たまに意識が戻ると窓越しに群れからはぐれた鳥を見ては、なぜか涙を流しておったんじゃ。ところがある日、一人の旅商人に出会った。私の病気のことを聞いた彼は、西言丹というものを譲ってくれたんじゃ。仙人の血から精錬された丹薬で、症状を緩和する効果があると言われた。
その薬を飲むと体は順調に回復していき、その後ちょっと待った、何年も再発することがなかったって、もしかして若い頃にかかった病気って今の物忘れと同じ病気なのか？ってことはその時は聖言丹の効果で症状が抑えられただけだったのかな。よくわからないぞ。他に手がかりはないのか？よく思い出せないんじゃ。役に立つ。おばあちゃん、そんなこと言わないで。おばあちゃんがいてくれたおかげで。宗玉ちゃん、悲しまないでおくれ。おばあちゃんは冗談を言っただけじゃよ。記憶とは少しずつ取り戻していくものだ。少なくとも進展はあったのだから、いい兆しと言える。次の場所に行ってみるとしよう。そうだな。よし、次は絶雲の間の北に行ってみようぜ。でも野外だし、どこから手をつければいいんだ。あ、そうだ、まずは家があるところに行ってみようぜ。ほら、家があるってことはそれだけ生活がしやすいところってことだろ。ひひ、オイラってば頭が冴えてるぜ。変態おばあちゃん、このまま行けばきっとすぐ記憶を全部取り戻せるぞ。うわ、なんで砲塔弾がこんなに出てくるんだよ。まずは悪党ども追っ払おうぜ。変態おばあちゃん、ここに見覚え？そうだね、多分来たことが。じゃがあまり長くはとどまらんかった気がする。そっか。みんな少しいいじゃろうか。確か、そうそう、おやつを持ってきたんじゃ。タンタを食べ、しっかり食べて元気に育つんじゃよ。やったー。じゃあ遠慮なくいただくぜ。見覚えはないの。ここには来たことがないようじゃ。ただこの場所、かくれんぼにはぴったりじゃな。え、なんで？そうの、もしかしたら宗玉。しょっちゅうでもなかったよ。おばあちゃん勘違いしてるんじゃない？何回か遊びはした。そうじゃったか。ここじゃないみたいだな。お、誰も住んでない家があるぞ。ちょっとここで休憩して。ここは、おばあちゃん、何か思い出したの？ああ、思い出した。宗玉ちゃんのお父さんはここで生まれたんじゃよ。あの日は月の見えない夜じゃった。私は怪我を負い、宗玉ちゃんのおじいちゃんに支えられながら必死に逃げておった。立ち込める霧の中、私たちは何者かに追われておったんじゃ。じゃが私の陣痛が始まり、走ることがままならなくなった。そこでここに隠れて一息つくことにしたんじゃ。おじいちゃんは結界を張ってくれたが、魔物。その夜、私はひざまずき、すべての過ちの原因はこの私です。過ち？いや、そこまでは思い出せん。ただ目を閉じたまま祈り続けていたのは覚えておる。そして部屋に産声が響き渡った。宗玉ちゃんのお父さんが生まれたんじゃ。その子、お父さん。お父さんは私の誇りじゃった。宗玉ちゃんと。宗玉ちゃんやお父さんは私とは違う。私は、おばあちゃんがどんなことをしていたとしても、ありがとう。宗玉ちゃんがそばにいてくれたから
おばあちゃんは勇気を振り絞ってここまで来ることができた。忘れていた過去を思い出した。さあ、もう一箇所残っておるんじゃろ。ここで立ち止まらず、そこにも行ってみるとしよう。次の場所は慶雲町だ。延滞、体は平気か？足が不自由ではあるが、頑張ってついていこう。じゃが、もう少しゆっくり歩いてくれると助かる。背に乗るといい。おぶってやろう。軽いな。人間は老いたらみんなこうなる。そうじゃろ？記憶を失い、健康を損ない、何もかも。ふぅ、延滞おばあちゃん、ここにみ、うん、どれ？おかしいの。ここで過ごしたことなんてあったじゃろうか。先ほど訪れた防潮旅館や廃屋のことはすぐに思い出せなくとも、どことなく周りのものに見覚えがあったんじゃが、ここではそういった感じもしない。過去に訪れたことはあってもさほど印象に残らなかった。そんな、本に書いてあったことが間違ってた。確かにそうだけど、他の2箇所と同じように。がっかりさせてしまってすまないね。いやいや、大丈夫だぞ。ありがとう。おや、あれは、あれはなんていう山だい？お、どれのことだ？ん？あれって奥蔵さんだよな。奥蔵さん、奥蔵さん。おばあちゃん、大丈夫？無理して思い出さなくても大丈夫だからね。おばあちゃん、奥蔵さん。私はどうして。奥蔵さんに見覚えがあるのか？ある。でも私は戻れない。どうした？どこ？頭がクラクラする。シンくんじゃなかった。カウン、何か方法。奥蔵さんへ行こう。でも心配はいらぬ。延滞、お前はもう十分頑張った。わらわがついている限り問題はない。実は奥蔵さんにある宝物を用意してあるのだ。本当か？あれ？わらわは常に用意周到だからな。もったいぶらないで教えろって。ガン、うん、用意した宝物って。ああ、これだ。あれ？これってオイラたちが奥蔵さんに着いた時、お前が熱心にいじってた仕掛けだよな。いかにも。これはわらわが最近開発した実心作。その名、定期的に吹くそよ風とゆったりとした線楽が合わさることで人の心を。この発明品の利点は実に様々だ。不安に駆られている人の心を。ったく、こんな、いい、最初から奥蔵さんに来てればすぐ解決してたかもしれないのに。何を言う。延滞が過去の様々なことを思い出していなければ、七無残影神器であっても最後の後押しができぬのだ。人はまず己の力で助かる道を模索し、それでも叶わなければ仙人が手を差し伸べる。最初から仙人を頼られては、わらわも手の施しようがない。そうだったのか。で、こっちは何だ？さっきも言った通り、七無残影神器には仙人の奏でる音楽が必要だ。これは歌人浪一に頼んで演奏してもらった仙楽。あやつの奏でる調べは効果てきめんだからな。体がふわふわするぞ。まるで。どうだ延滞、少しは気を休めることができた。
今の延滞の胸中には様々な思いが渦巻いているよ。干ばつはもう終わったというのになぜまた悲しい顔をしているんだ。薬の効き目がもうすぐ切れてしまうの。君に出会ったこと、後悔したことはない。お願い、泣いて。覚えていないの？あなたはここでずっと暮らすべきだった。梅雨を糧とし、天地を家にすべきだったのに。ここで最初のあなたが、そして最初の私が。本当は そういうことだったんじゃな。道理でここを懐かしく思ったわけじゃ。私はおばあちゃん、延滞おばあちゃん、大丈夫か。龍雲仙人、思い出したか。お、龍雲仙人、もしかしてお前たち知り合いだったのか。はあ、思い出したよ、全てを。おばあちゃん泣かないで、私がそばにいるから。心配しないでおくれ、おばあちゃんは大丈夫じゃから。みんな私のことでいろんな場所を走り回らせてしまってすまなかったね。やっと思い出したよ、なくしてしまった最も大事な記憶を。それこそが私の本来の姿だったんじゃ。はあ、後ろめたさから気持ちが不安定になっておるのはわかるが、少し落ち着くといい。わらわから皆に伝えるか。いや、思い出したからにはちゃんと向き合わんと。総玉ちゃん、それにみんなありがとう。私の物語を聞いてくれないかい。おばあちゃん無理しないでいいんだよね。これ以上辛い思いをする必要なんてない。何があっても私にとっておばあちゃんは一番大切な人なんだから。ああ、分かっておるとも。私も総玉ちゃんを愛しておるからな。ただじゃからこそもう逃げてはならんのじゃ。私はかつて取り返しのつかない過ちを犯してしまった。オイラたちが絶雲の間で聞いたあの過ちのことか。一体何があったんだ。私は人間ではなかった。100年前、私はもともと奥蔵さんに暮らす鶴だったんじゃ。風をついばみ、梅雨をしとねとして暮らす中、いつの間にか私には知恵が宿った。そしてここの主龍雲仙人が私を見つけ、さまざまな物語を教えて修行のための秘宝も授けてくださった。仙人様は口にしなかったが、私はずっと仙人様のことを師匠と思っておった。仙人様が仕掛けの術を研究していた時もそばでそれを見学し勉強した。時折私はこう思っておった。このまま行けば私もいつの日か仙人になれるんじゃないかと。時間は緩やかに流れ、そして50年前。50年前？そうじゃ。私は仙人様がかつて干ばつを終わらせ、
人々を救ったことを知っておった。仙人様の教えてくださった物語でな、仙人様は最も憧れるお方。私の夢は仙人様のようになることじゃった。ゆえに私も各地を奔走し、この世を干ばつから救おうとしたんじゃ。じゃが私は本当の仙人ではないため、変化の術が使えなかった。すると仙人様は私のために変化薬を作ってくださった。薬の効き目は10年しか続かないと仙人様はそうおっしゃった。10年後鶴に戻らなければ、その過去を永遠に忘れ、獣とも人間とも仙人とも呼べない存在になってしまうと。まさかこれが物忘れの原因だったのか。もしかしておじいちゃんのために。そう、愛する人ができたんじゃ。彼は人間じゃった。ずっと天光山にこもって修行していたらしく、その時彼も初めて下山したとのことじゃった。そそっかしくて不器用で、力量も私には及ばないというのに、私と同じように胸に熱い志を抱いておった。何としても世の苦しみをなくそうとな。私はあの人に惹かれるようになった。じゃが変化薬の効き目は10年、あっという間に時は過ぎてしまった。私はあの人と離れるのを惜しみ、それで私は。そんなことが。私は過ちを犯してしまった。たとえ茨の道を一生歩むことになろうとも、たとえ人とも仙人とも呼べぬ化け物になろうとも、私はあの人と一緒にいたいと願ったんじゃ。師匠の期待を裏切ったことは分かっておった。合わせる顔もなく、故に長い手紙をしたため、それを奥蔵さんの仙人様の住まいまで人に届けてもらった。自分の口から師匠に伝える勇気がなかったんじゃ。師匠はこの婚姻を認めるわけがないと思った。じゃから遠くへ逃げ、誰にも見つからない場所に隠れた。しかし苦難は始まったばかりじゃった。記憶の混濁や昏睡状態に陥る妙な病気にかかってしまったんじゃ。ただそれも仕方のないこと。無理に人の姿にとどまろうとしたせいじゃ。これが報いだったのじゃろう。鶴であった頃の記憶を失ったせいで、病気の原因すら覚えていなかった。唯一覚えておったのは、自分が過ちを犯したことだけ。じゃから、いつも許しを請うていたんじゃ。今にして思えば、あの日、防除旅館で仙人の血が混ざった丹薬を偶然譲ってもらえたのは幸運じゃった。でなければあの時、私はもう…おばあちゃん、偶然、そんな偶然果たしてあるじゃろうか。仙人の血、まさか仙人様、あの時の商人はもしや。人間が結ばれたら、その家族の年長者は何か贈り物を用意しなければならぬとわらわは聞いておった。丹薬などほんの気持ちだ。そうじゃったのか。身を隠し遠くまで逃げたと思っておったのは私だけだったようじゃ。きっと仙人様は全てお見通しだったんじゃろう。昔奥蔵さんにいた頃のお前はこういう遊びが好きだったであろう。
鶴の群れに隠れてどれが本物のお前かを当てさせるというな。わらわはいつもたやすく言い当てた。鶴の時だけでなく、こうして人間の時もな。ちょっと待ってくれ。おいら頭がこんがらがってきたぞ。なんで急に龍雲神君がそこに現れたんだ。一体何があったんだよ。仕方ない、わらわがこの物語を保管してやろう。変態、あの時のお前の置き手紙を見てわらわはひどく腹を立てたのだ。お前にしっかりと説教してやらねばとな。正直お前が選んだあの若造をわらわはさほど気に入っていなかった。天候奉仕でありながらもあやつには大した才がなく、呪符の扱いも拙いものだったからな。だがしばらく観察しているとあやつは病気のお前に尽くし、長い看病生活にも愚痴一つこぼさなかった。あやつが心優しい人間であることは見て取れた。故に他のことは多めに見てやろうとわらわは思ったのだ。せっかくの縁談を悲しい結末にしたくなかった。そこでわらわは貴重な素材をいくつか集め、自身の血を媒介に丹薬を作ることにした。変化薬の副作用を根本から取り除くことはかなわぬが、多少は抑制することができる。どうやってお前に渡すかについてはいろいろと考えを巡らせた結果、直接渡すことにした。決してバレぬようにわらわはそのために新たな変装の術を覚えた。問題がないことを確認してから防除旅館へ赴き、商人に扮して丹薬を渡したのだ。お前はわらわの思惑通り疑いもせず、身近なものだと微塵も気づかなかった。変装が成功したことを喜ぶべきか、気づかれなかったことを悲しむべきか、わらわも複雑ではあったがな。はっ、カーゼンよ。はっ、キレイ。はっ、カーゼンよ。散れ。はっ、風よ。この話についてはひとまずここまでとしよう。だがわらわが言及したかった点はこれだけではないぞ。記憶を失ったのは分かっておるが、仙人の血を飲めば魔物に狙われるようになる。これほど簡単な道理もお前が忘れてしまっているとはな。まったく、体が弱っているというのに勝手に出歩いたせいだ。わらわが追いついていなかったら、お前もあの若造も仲良くあの世に行っておったぞ。やっほっ、はっ、風よ、散れ。風よ、散れ。ちゃ、せ、仙人のご高来だ。取るに足らぬ、散れ。ただの魔物がああも群がることはない。おそらく魔人の残滓の影響を受けていたのだろう。お前の身からわらわの気配を感じたがゆえに、魔人の残滓は執拗に追ってきたのかもしれぬ。何しろわらわも魔人戦争に関わった身。
中にはわらわがあの時打ち砕いた者もいたかもしれぬからな。とにかく無事でよかった。朝赤子の産声を聞き、お前が大事に抱いている姿を見て、人ではないわらわにもその喜び、それだけで十分だ。はっ、風よ、はっ、風よ、散れ。事のあらましは大体こんな感じだ。待って、私が小さい頃に見たあの白い鶴の仙人って、もしかして。ああ、そのことか。忘れるところであった。はっ、風よ、散れ。お前は延滞にそっくりで、あの時のお前は高熱を出していたゆえ、同点に連れ帰って見てやるつもりだった。だが予想外なことに、お前はわらわを見るなり泣き騒いでついてきてくれなかったのだ。理由を聞くと、なんとわらわが本物の仙人ではないと言い出すではないか。わらわは仕方なく粉を身にまぶして羽を白く染めた。するとお前は喜んでわらわについてきてくれた。延滞が人の姿になる前、あの子は純白に近い鶴だった。はぁ、宗玉はこれもある種の縁なのかもしれぬな。物語はこれでしまいだ。延滞、わらわはお前に謝らなければならない。万民堂であった。わらわにとってお前は、関羽や神格と同じで、わらわの弟子なのだ。今回、リーウェイ公に赴いたのも、もともとはお前の物語を最後まで書き上げるため。だが、わらわは、お前の正体を明かすことができなかった。すべてをありのまま伝えてしまえ、お前が自分で思い出さなければ、意味がなかったのだ。仙人様、教えてくだされ。とうに私の居場所を知っておったのなら、なぜ私を。わらわはあれを過ちだと思ったことは一度もない。あれ、年長者たる者、子供らが空へ飛び立とうとしているのなら、羽を伸ばせるように手放してやるべ。物語ではこのような場所に様々な名前がついておる。いえ、好きな時に旅立つことができ、帰りたくなったらいつでも帰ってこられる。はあ、な、延滞、お前自身も身に染みておるだろう。物忘れが40年前、お前は未来なき道を選んだ。この地で丹薬を作りはしたが、わらわも決して万能ではない。このままではお前は自分が人間だったということも忘れ、だが幸いお前は過去の記憶を思い出した。これで最悪の結末は免れた。じゃあ、再び鶴に戻れるよう、手伝おう。運命によっては、いつかまた知恵が芽生えるはずだ。普通の鶴に。仙人様は、私、このご恩を、果たしてどう返したら。そう多くはない。おばあちゃん、行かないで。私にはもうおばあちゃん。ああ、よしよし、悲しまないでおくれ。おばあちゃんは幸せな人生を過ごす。ちゃんとご飯を食べるんじゃぞ。今が育ち盛りなんじゃから、しっかり食べ。ああ、いい子じゃ。大丈夫。そしていつの日か、変化薬に頼らずとも人間の姿になるんじゃ。その時は、ああ、よかった。しばらく会えない。ちゃんとご飯を食べて、おばあちゃん。いい子だ。申し訳ない。せんに。
大丈夫。宗玉の年頃であれば、泣くことも気持ちを整理する一つの方法だ。苦しみや悲しみ、辛さを涙で流し、心の平穏を取り戻す。これも成長する上で欠かせぬことだ。この件もこれで落着した。お前らももう気を張る必要はない。ゆっくり休むといい。悪夢を見たのか。どういうことだ。心穏やかな状態ではいい夢を見るはずだが。いい夢だった。ただ目覚めたくなかったと。わらわは話術に長けておるが、慰めの言葉をかけるのは不得手だ。お前は十分に頑張った。その意志の強さや困難を恐れぬ心はわらわも知っておる。故にどのような夢であろうと、お前なら実現できると信じておる。無論その過程で何か危険な目にあったり、疲れを感じたりしたら、わらわを訪ねるといい。何せ都市的にはわらわもお前の年長者と言えるのだから。よしと父や。
なぜそのような考えを。おばあちゃんにとって過去の選択は間違いだったのかもしれない。そのことでおばあちゃんはずっと自分を責めてきた。でも私からすると、おばあちゃんのその選択のおかげでこの世界に生まれることができた。おばあちゃんは徐々に記憶を失いながらも全ての愛を私に注いでくれた。だから私はおばあちゃんの夢を引き継ぎたい。仙人様のような立派な仙人になって、困ってる人たちのために何かをしてあげたいの。そういえば、炎帯の血を引いている以上、お前も純粋な人間とは言えなかったな。ふむ、そこまで言うのなら弟子にしてやろう。仙人様、ありがとう。うんうん、ありがとう、使者。総玉、よく考えてから決めた方がいいぞ。言っておくけど、オイラの知ってるシン君の弟子は二人ともいっつも苦い薬草とかを食べてるんだ。精神とかルリ袋とか。こいつの弟子になったら、もう今までみたいに万民堂で美味しいもんを食べられなくなるんだぞ。それはどういう理屈だ。わらわがいつそんな決まりを設けた。修行の道とは皆それぞれ、心に曇りがなく汚れに染まっていなければ、何を食すかなど重要ではない。けどここには何にも美味しいもんがないだろ。ふむ、確かに奥蔵さんは景色こそ美しいが、俗世の人間らしさにはいささか欠ける。ゆえにわらわはリーユエコーに移住することにした。総玉は俗世におけるわらわの一人目の弟子となる。リーユエコーに引っ越すのか。どこで暮らそうとわらわは気にしない。ただ心の安らぎを求められればな。だがわらわの弟子たち、関羽や神格、そして炎帯も最終的にはリーユエコーに移り住み、人間と共に暮らすことを選んだ。わらわもここ数年常々反省しておったのだ。教育理念に偏りがあり、あの子たちへの配慮が足りていなかったとな。今のリーユエコーに一体どのような魅力があり、何があの子たちを引きつけておるのだろうか。わらわには判断がつかん。そこでだ、わらわもしばらく暮らしてみようと考えた。なぜ黙っておるのだ。おいらまだこの衝撃的な発表に頭が追いついてないぞ。つまり今度からリーユエコーに行けばお前と食事できるってことだよな。今日リーユエコーに変えてもわらわにはやらねばならんことがあまたとある。お前らの暇つぶしにいつでも付き合えるわけなかろう。だがまあ、もし暇ができたら少しは付き合ってやらんこともない。わらわは人間という身分でこれからリーユエコーで暮らす。ゆえにお前らもくれぐれも気をつけるように。うっかり口を滑らせてわらわの正体をバラすんでないぞ。おお、秘密はちゃんと守ってやるから安心しろ。それでいつからリーユエコーで会えるんだ。おそらく2日後だろう。同店にいる時は清貧な暮らしをしておったが、外に出るとなるとゆとりを持つ必要がある。ゆえに同店の方々と発明品を整理し、いくつか売り払うことにした。今後の生活のためにな。それとリーユエコーで家を買うつもりだ。前回行った時にチコガンの近くでなかなか良い物件を見つけてな。それもまたモラがいるような理由だ。いろいろ考えてるんだな。じゃあ2日後にリーユエコーでまた会うってのはどうだ。よかろう。ではまた2日後に。それとこの吉夢残影神器は記念にやろう。今後心配事があったら旋律に耳を傾けながら心を落ち着かせ、
瞑想するといい。新たな道を見出せるかもしれぬ。やったー、ありがとう、ナンシンくん。そういえば、行く秋に真相が分かったら教えるって約束したよな。約束通り、飛雲紹介に行くか。どうするかはお前に任せるぜ。まったくいらん心配を。こんなもの、ただのありふれた宝物ではないか。何をそこまで悩む必要がある。というより、お客様のその態度の方に少々不安を覚えていまして。これはただのありふれた宝物なんかじゃありませんよ。箱に入ってるのはどれも極めて価値が高く貴重なものばかりじゃないですか。ここで騙されて損でもしたら、一生かかっても取り返せません。やはりここは慎重に検討しないと。慎重に。リュウ、カオン来たぞ。何喧嘩してるんだ。おお、ちょうどいいところに来た。この無知な輩がわらわの方々が偽物だと疑っておってな。これらはすべてわらわの収蔵品。数百年手もつけずに保管してきたのだ。偽物なわけがなかろう。数百年家宝だ、家宝。数百年なんぞザラであろう。おお、そうだぞ。オイラたちが証人になってやるぜ。ほれ、聞いたか。これはモラと引き換えるためでなければ売り払う必要のなかったものだ。このような珍しい品、目にできただけでも幸運だというのに、偽物だと疑うのなら別の買い手を探すまでだ。あ、お客様、そうおっしゃらずに。ならこうしましょう。確かに私にはこのような貴重な品を鑑定する技量はありません。そこで特別に専門家を呼んでおいたんです。もうすぐ来るはずですので。専門家？まあよい、ならばもう少し待ってやろう。旅人パイモン、ここがわらわの新しい家だ。今後何か用があればここに来るといい。師匠。あ、二人ともこんにちは。宗玉、新しい服に着替えたんだな。かわいいじゃんか。うん、師匠が作ってくれたの。とっても気に入ってるんだ。お前、こんな隠し芸まで持ってたのか。隠し芸とはなんだ。仕掛けによる補助さえあれば裁縫の術など造作もないこと。師匠、私の荷物はほぼ運び終わったよ。重すぎて運べないものはまだ外に置いてあるけど。構わぬ、後でわらわが運んでやろう。秘密の多い娘っ子だ。ほれ、行ってくるといい。それで、お前の言う専門家とやらはいつ来るんだ？もうすぐのはずです。あ、いらっしゃいました。ご紹介します。こちらは王城堂の格系であり、今回お呼びした宝物鑑定の専門家、勝利先生です。勝利先生、こちらは関雲さん。先ほどお伝えした宝物をいくつか売却したいとおっしゃった方でして。ふん。あ、ふん、関雲殿であったか。久しいな。ここで会うことになるとは思わなかった。勝利殿こそなぜここに。息災でしたか。ああ、おかげさまでな。実は先日、山中を散歩していた折に、ふと考えにふけることがあってな。ここ2日は新しい茶に舌鼓を打たせてもらっていた。実に良い日々を過ごさせてもらっている。おや、
お二方は知り合いだったんですね。ある種の縁というものだ。カーウン殿は業界でも鑑賞家として名高い。鑑賞、収蔵、根付け、あらゆる方面に精通している。彼女の品を変えるとはまたとない機会だろう。買いかぶりすぎです。骨董品や宝物を鑑賞する者は皆経験と審美眼に頼っています。その点において勝利殿と肩を並べられる者はおりませんでしょう。俺にはもったいない言葉だ。相変わらずカウン殿は謙虚であられる。とんでもありません。ぶしつけな質問で恐縮ですが、お二方は知人ということで仲も良さそうに見えます。もしや裏で手を組んでいて、私みたいなしがない商人をカモにしようなんてことしていませんよね。まったく何を言っておるんだ。宝物のことに関してわらわたちは決して嘘はつかん。カモにしようなどもってのほかだ。まあ、取引では信頼が何よりも大事。信じられないというのであればこれで失礼しよう。うむ、これ以上何を言っても千なきこと。行くとしましょう。大変失礼いたしました。どうかお待ちを。とんだ失言でした。勝利先生が保証してくださったのです。信じないわけがありません。カウンさん、お待ちください。たびたび失礼なことを言ってしまい申し訳ございません。それで勝利先生、これらの宝物の価値はいかがなものなのでしょう。なあ、心配は不要だ。いずれも世にも珍しい品と言える。例えばこの仕掛け、用途は不明だが、その巧妙な構造だけで豪邸の一角を飾るにふさわしい。それとこちらだが、滑らかな線と精巧な造形は仕掛けの実の妙を詰め込んだものとなっている。勝訴殿は見聞の広いお方だ。仕掛けの術が施されたものはそう市場には出回らない気品であることをご存知であろう。このような収蔵品、俺であれば全て買い取っている。わかりました。勝利先生をお呼びしたからにはその言葉を信じさせていただきます。カウンさん、私も腹をくくりました。こちらの宝物を全て買い取らせていただきます。しかし額が額ですので、まずは北国銀行経由で頭金をお支払いするという形でもよろしいでしょうか。北国銀行、ああ、あの大きな戦争のことか。よかろう。今はもう戦争という言い方はあまり使われておりませんよ。皆銀行と呼んでいます。さて、私はお酒に失礼させていただきましょう。お支払いが完了次第品物を取りに伺いますので。勝利。ああ、二人とも変わりなかったか。オイラたちは元気だぞ。そっちは？鑑定の専門家として呼ばれるなんて、仕事が多いな。俺も日々変わりなく過ごしている。先ほど茶を飲んでいたところ、急にあの者に話しかけられてな。こうして鑑定を頼まれて見に来たというわけだ。それでこちらのカウン殿は町に移り住む予定なのだろうか。そのカウンと呼ぶのはもうやめていただけないでしょうか。妙な感じがします。なぜだ。俺たちは友人なのだろう。友人ではありますが、しかし、まあ良いでしょう。好きなようにお呼びください。名前はそもそも呼ばれるためにあるもの。何も間違いではありません。龍雲神君はここ数年で考え方も変わったようだ。はい、わらわがかつてリーユエコを訪れた時はあまり長居をしませんでした。ゆえに
ここの繁栄を見極めることもできなかったのです。ですが定住を決めた今、巷に響き渡る喧騒を耳にし、ここの賑やかさが身に染みております。数千年前とは全く違うものです。人々は潮流のごとく集いて賑わい、去りて生へ転ず。賑わいの中にも雅があり、静けさの中にも趣を覚える。幾千万の魂が宝寸の俗世にあるのだ。千年が経った時、ここの風景は俺たちでさえ想像のできないものとなっているだろう。はいはい、もうその辺にしとけって。たく、空気がしんみりしてきちゃっただろう。ふむ、それもそうだな。宝物も売れたことだし、今日はわらわのおごりだ。共にリーウェの美食を味わいに行こう。実はイェンドゥシェンとやらが昔から気になっていたのだ。おや、リュウンシン君は忘れてしまったのか。昔その料理を作って振る舞ったことがあるのだが、確かシン君もその場にいて食べていたはずだ。そんなことがありましたか。いつのことでしょう。うん、あの日は旧友の顔が皆揃っていた。おそらく数百年前のことだ。きっと当時の龍雲神君は料理を取るのが遅れてしまったのだろう。それで気づいた時にはすでに皆が食べ終えた後だったのかもしれない。きっとその時のわらわは他の者に料理を譲っていたのでしょう。今度こそわらわの風を呼び、雲をも切り裂く商法をお見せします。よし、決めたぞ。イェンドゥシェン、モラミート、カニ味噌豆腐、リーウェ算数、うん、すべて注文しよう。すでにカウント神格に頼んで席の予約をしてもらっています。後ほど新たな妹弟子をあの子らにも紹介するとしよう。さあ参りましょうか。うん。総玉、おいで、ご飯を食べに行くぞ。そうだ、こちらは勝利殿、今は王城堂に身を置いている。以後お見知りおきを。はい、よろしくお願いします。勝利さん、みんな揃ったことだし行こうぜ。ねえ師匠、仙鳥賞って食べたことある？仙人が食べたら本当に飛び上がっちゃうの？うん、そういったことはないと思うが、まあないとも言い切れぬだろう。